い、皆さんおはようございます。どうも、ケンです。本日もご視聴いただいてありがとうございます。おかげさまで YouTube のチャンネル登録者数が昨日ですかね、5000人を突破しました。はい、これもひとえに皆様のね、ご協力の賜物だと感謝しております。日頃よりご視聴いただいて本当にね、こんなクオリティの低い動画を見てくれてありがとう。もう泣きそうだ。説教なんですけどね、今の時刻8時半ぐらいなんですけど、6時半ぐらいに電話かかってきて起こされまして、もう荷下ろしの方終わりましたよ。もうちょっとね、ここら辺でゆっくりしてたら仲良くさせてもらってるフォロワーさんもいるからね、一緒に飯でもって思ったんだけど、なんか唐津の方に移動してくれという話なんで、佐賀県の方ですね、佐賀県の唐津市の方に移動してくれという話なんで、そちらの方にとぼとぼ移動しようかなと思ってますよ。ちょっとここの交差点俺あんま好きじゃないんだよね、いつも見通し悪いんだよね。ここは横断歩道がないから渡れないんだね。よいしょ。で、まああれです、ちょっとね、休みたいんで、休みたいでっていうのもあれだけど、ちょっと都市高速乗ってきます。前原の方に向かってどことか行きたいと思います。もう今の時刻8時半過ぎてんで、多分もうちょっとちゃんと入ってほしい。多分もう混んではいないと思うんですけどね。いやー、福岡の方は暖かい。なんか東北の人からすると今日は雨なんだけどね、福岡の人からしたら寒いのかもしんねえけど、東北の方からの人間からするとなんか生暖かくてですよ。なんかなんて言ったらいいんだろう、まあ、なんか春が来たみたいな感じになってる。でも寒いよ、でも寒いんですよ俺。今冷凍をおろしてきたばっかなんで、およそなんだろう、なんだよ、ゴミ飛んできたの、ね、今およそ1時間半ぐらいだったのかな、荷下ろしが。よくまた冷えた冷凍の倉庫でしたよ。本当に寒いって、ちょっと宇佐美かなんかね、ガソリンスタンドの方に行ってちょっとシャワー浴びて体温めたいな。とりあえず唐津の方に向かって俺は走ってみますんで、はい、車載をお楽しみください。ではでは、皆さん本日もご視聴よろしくお願いします。今ね、福岡の海沿いの方ずっと走ってます。ちょっとあいにくの天気なんでね、あんまり景色綺麗じゃないですけど、この辺はあれですね、都市高速が走っててもとても綺麗ですね。鹿の島の方まで見えるし、でここら辺のもうちょっとで桃地っていうとこなんだけどね、テレビ局とかマリノアとかあるあたりなんだけど、俺この辺が一番好きですね。懐かしい。福岡タワーも見えてきましたよ。あれ福岡タワーだったかな、ちょっと長年こっちから遠ざかってんで忘れたけど、で目の前に見えるのがこれ福岡ドームですよ。
開閉式のドームね、懐かしいですねこの辺ね。鹿の島になんか、バーベキューとかしに行った記憶がありますよ。台風の次の日にねバーベキュー行って、なんか海の幸が食べたいからね、密漁しようとしたら波が強くてね、波にさらわれかけてね、死にかけたことがあったな。懐かしいね。この辺はデートスポットにも本当いいとこですよね。知らんけど、まあ俺にだって若い時ってあったんですよ。20代の頃こっちにいたもんだから、やっぱりそれなりにそういう機会はありました。今は観覧車2つあるのかな、マリノアにね。どうなんでしょうか。その観覧車も乗ったことあるしね、もちろん一人じゃないですよ。ちゃんと乗ってくれる人がいたんですから、まあちょっと別れちゃったけど。なんか寂しいね。でもやっぱりこうやってね、昔住んでた町をね走るっていうのは、いろんなことも思い出すし、いいですね。そんなに変わってないです福岡は。でもあれかな、俺いた頃はね、最後の方かな、今あの太宰府の方にぐるっとこうつながってますけどね、都市高速がね、昔はつながってなかったんですよね。でぐるっと必ずこの道を回ってこなきゃダメだったんだけど、なんて言ったらね、のためだったかな、なんかそっちの方から今来れるようになってますもんね。とても便利になったしね、ぐるっとも一周できる環状道路になってますもんね。なんか観覧車が1個見えた。名の浜ですねここね。もうちょっとで名の浜。でもほんとなんか残念だな、景色がね、景色がもうちょっと綺麗だったらよかったけどね。福岡っていうのはさ、海も近いし山もすぐだしね。美味しいものも食べれるし、で空港も近い。普通空港っていうのは若干離れてますよね、大きな空港。自分が住んでる宮城の方もね、仙台空港って言うけど仙台にないですからね、空港がね。あれ名取岩沼にまたいでる空港でしょ。福岡空港っていうのは本当アクセスには最高ですよね。福岡市内からも電車で住んだしね、もちろん福岡っていうのはちょっと特殊な街でね、バスがすごい発達してる。福岡だけに限んないかな、九州自体がねバス路線がすごい発達してます。西鉄バスって昔バスジャックされちゃった、もうみんな覚えてるかな、もう20年以上前かな。そこのバス会社なんだけど、高速バスがすごい発達した町でさ、町というか、地域っていうかね、だからまあどこに行くにもバスもあるからね、簡単に行けちゃうような感じです。なんかちょっと雨が強くなってきたな。さっき元請けさんに電話したんですけど、今日ちょっと何するかまだ分かんないような状態なんで、鮮魚なのかな、きっと鮮魚なんでしょうか。どうなのかな。でもなんかこんなこと言ったらあれだけど、今日はゆっくりしたいな、俺の出番ない方がいいな。今日はなんか過ごしたいです。ぶっちゃけ
ちょっとで福重のジャンクションですかね。あ、これこれこれ、前はこの C っていう方がなかったんですよ。うん、なかったの、これこっち、ほら今行けるようになってるでしょ。あ、のけか、のけの方に行けなかったです。のためとかなんかわけわかんないこと言ってたな、俺さっきな。まあ、俺こっちにいた時はね、あれなんですよ、こっちに住んでた時はまあまあトラックの運転手もしてたんだけどね、トラックの運転手をしながら某有名なね、住宅の建て方をしてたんですよ。私は意外でしょ、職人だったんです。ずーっとこの20年間長距離運転手だけやってきてると思ってる人も中にはいるかもしんねえけど、意外とそうじゃないんですね。俺こっちに7年ぐらいはいたかな、7年住んでたけど、その7年間ずーっと同じ職場にいましてね。うん、まあその職場ちょくちょく今でも顔出ししてますよ。近くに行けばちょっとした差し入れ持ってってね、別にその職場が嫌でこっちから離れたわけでも辞めたわけでもないから、うん、今でもお付き合いさせてもらってます。たまに顔出ししてますよ。あの、とっても楽しい仕事でしたね、その住宅を建てるっていうのは。軽量鉄骨なんですけど、やっぱこの 家っていうのはさ、家を建てるっていうのはやっぱ みんな夢ですよね。あの、やっぱり家庭を持つ、家を建てる、家を建てるってことはこの家族の夢、その夢になんかね携わってるっていうことがなんかすごく嬉しかったというか、楽しかったっていうかな、うん、充実感があったっていうか、うん、それで、好きでしたよその仕事は。でも辛かった、正直。うん、ここが暑いからさ、福岡っていうか九州暑いから、まあ今の時期の建て方ならそんなに、きつくはないんだけどさ、うん、夏場はほんと地獄でしたよ。毎日ね、麦茶とかアクエリアス、ああいうの6リッターぐらい消費してたかな。うん、この辺もね建て方に来てましたね。今ここ西区なのかな、この辺、秋山浩二さんの家とかその辺にあるんですよ。左手のね、山のてっぺんに今住んでるかどうかわかんねえよ。その近所のお家建てたような記憶もありますね。懐かしいな、この辺な。じゃあぼちぼちちょっとずいぶん喋ってんな今日な。喋りだけで今日終わっちゃうんじゃないの。ぼちぼち唐津の方向かってってます、向かってきます。はい、ではでは皆さん、はい、また。